ご注意ください。ピラ、トルティーヤ、ひたすりにごはんを食べたいと思います。毎日のトルティーヤを食べてなんぼ食べるのかな。ひたすりのトルティーヤを初めて食べたのかな。中身は、いた。はい。はい、こんな、いつも通りのピラピラな感じですね。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。チルドのトルティーヤは生地が薄めなんですけど、こちらは生地が厚めなのでもっちりとした食感を味わえますね。なので生地の食感を楽しみたい方はこちらの方がいいかもしれません。で、トルティーヤなんですけど、刺激がほんのりきている程度で、それであーってなるほどのような方です。で、そこにチーズがうまい具合に配合されていてとっても美味しかったです。チーズがいい感じにまろやかにしてくれるんですよね。というわけで、多分これが一番美味しいトルティーヤかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。